お疲れ様です。イエーイ。ぶっちゃけ社長酒ですね、はいはい、今回のテーマは未経験からの就職突破術ということですね。何かティップスがあればぜひ、うん、あるある、はいはいはい、まあ、いくつでもいいですよ。いいよ、思います。はい、ポン、はい、はい、じゃあこちらからいきましょう、はい、資格、うん、なんかこう未経験の子って人事からすると 何でエンジニアになれるかって測れないんですよ、うん、でも資格、難しい資格たくさん取ってたらその資格を取るための勉強量っていうのがある程度推定できるじゃないですか、うんうんうん、ってなると未経験の頑張りますほど測定できないものないんですね、うん、それを測定するために分かりやすい資格を取ってると、あ、この子の頑張りはこの資格何個分だ、ね、例えばどういう資格、エルピックとか、まあ、基本情報とか雇用情報とか、 あとはその自分が使ってる言語の資格、うん、なんかオラクルブロンズとかみたいなのをなんかいっぱい取ってる子とかは、あ、ちゃんと勉強している子なんだなっていう評価が取れやすいんで、うん、採用しやすくなります。こっちからすると逆になんかね、資格いっぱい、うん、IT パスポートですとかがあると、うんうん、こいつ資格趣味だみたいな、資格マニアだみたいんで、うん、なんかコーディングできるのとなんかそんな比例しないみたいな、資格を持ってる数が。でもさ、資格持ってない未経験と持ってる未経験だと思ってる方がよくない？あ、まあね、完全に一緒だと資格ある方がやる気あるなっていうのは伝わる。未経験のキラキラした目で頑張りますってわかんねえもんどんぐらいみたいなの、なんかこう単位って感じ、うん、私の中でがあると分かりやすい。で、人事の人もさ、採用ってしたらさ、上司に報告するじゃないですか、はい、なんでこの子取ったのって言った時に理由になるじゃん。資格もあるんで、うん、資格これだけ勉強してるってことはやっぱ勉強量すごい圧倒的だと思うんで、はい、っていうのが言えるけど、はいはい、なんで取ったのって言った時、なんか頑張るって言ってたんでってなんでしゃくれるんですか後から言われたらさなんか全然できないよって言われた時に言い訳つかないじゃん、はい、じゃあ資格の、うん、じゃあベスト3をしてください。エルピックと、まあ、基本情報、応用情報、うん、まあ、確かに応用情報まであるとね、うんうん、まあ、結構知ってんなってなるけど、なかなか取れないでしょ。じゃあ逆にこれ取ってもあんま意味ないよみたいな。IT パスポート大丈夫だね、ちょっと絶対言うと思ったけど、絶対言うと思ったけど、ちょっとピーで行きましょうね。ちょっと敵を作って、あ、そうか、敵作って、いつの間にか敵を作るんで、うん、まあ、そうね、はい、そうね、かなっていうところと、あとはあのポートフォリオを分かりやすく作ると、うん、なんかラジオボタン作れるねとか、うん、なんかこう、なんか検索画面作れるねとかが、うん、なんか技術レベルが分かるじゃないですか、うん、見栄えとして。うん、そこはポートフォリオは作るのもなんかこっちの合否出しやすさとしてはありかな、はいはい、それはじゃあポートフォリオ出してくる、未経験でやりたいんですっていう人は、うん、それぐらいはできるって前提で、ね、できてくれるとなんか合格出しやすい、はい、そのなんかちょっとしたフォームとか作れないんだったらもう無理だと、そこは、うん、なんか合否つけれないよね、うん、顔つきとかで合格とか怖いじゃんだってなんかすごいの作るすごいの作れそうだねみたいな、合格できないじゃん。のでやっぱポートフォリオ欲しいんですけど、なんかポートフォリオをなんか変に作り込みすぎなくてよくて、例えばなんかそのアプリでもなんか携帯のなんかカレンダー作りましたとかのシンプルな方がよくて、で分かるじゃないですかレベル感が、あのカレンダーを真似して作ってこんぐらいなのねが分かるんだけど、僕はなんかこれでなんかマネタイズしようと思いますぐらいのなんか今まで見たことのないようなこんなサービス作りましたって言われても別に企画売りじゃないじゃん。そうだから、どの機能をどうやって作れるかっていうのが分かりやすいもの。あとなんかこう素材切って煮込んで、うん、味買ってきたけど結局なんだっけこれ、そうそう、この料理なんだっけみたいになっちゃうと、そう、いやこれすごい、食ってもよく分かんないわみたいな、そうそうそう、うまいのかまずいんだかみたいになっちゃうんで、そうシンプルになんかよく世に出てるサービスを真似っこして作るとかはおすすめかなと。じゃ あ、ね、じゃあ分かった、ちゃんとした会社に、これぐらい作ってれば入れるよみたいな、うん、例えばカレンダー作っとけば、管理画面、裏側の管理画面まず管理しようって何かっていうと、そう、管理画面みんな、 なんか表側のさ、なんかツイッターみたいなの作りましたとか、 なんかアプリ作りましたとかあるんだけど、じゃなくて、でも作ってて面白くないかもしれないんだけど、管理画面ちゃんと作れたらまあまあ仕事任せられる、まあ、だってどのサービスでも管理画面ってあるじゃん、うん、あ、お、これ管理画面作れたらってなるよ。
なるなるなる。ポートフォリオは管理画面作ってください。管理画面設計もしなきゃいけないってことですよね。あのできればね、できればだけど、多分料理で言ったらサバの煮付けぐらい、サバの煮付けになりけば、どこでも通用する。そう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 、そう飛び道具じゃないんだ。逆に目立つと思うんだよね。みんなちょっとポップなさ、なんかこう見栄えだけで機能面が微妙みたいなあるけど、管理画面って機能面しかないじゃん。なんかデザインとかないじゃん。これはなんかこうちゃんと作るみたいなのはなんかこう、なんか表側に見たらただの時計なんだけど、うん、裏見たら管理画面を10個ぐらい見たって、そうそうそう、すごいこういう場合があって、こういう管理ができます。すげえ頑張ってるみたいな、こだわってるいいですね。そう、あとはそのなんかなんでこういう動線で作ったかっていうのも喋れたらよりいいよね。はいはい、うんうん、しかも管理画面って実は今結構いろんなテンプレートがあるんで、うん、あ、そうなんだ。実は結構おしゃれな管理画面簡単に作れるんだ。あら、これ裏技なんじゃないですか。なんか JS のね、なんとか JS とかってやると、うん、結構かっこよく作れちゃう、うん、じゃあもう合格のやつじゃん。ぜひこいつすげーってなるよね。管理画面を作ろうって。そう、だから実務に沿ったポートフォリオを作るのが大事かな。なるほどなるほど、うん、例えばとにかくどんぐらい勉強してるかっていう時間を聞きますね、うん、何時間やったの、うん、そうそう、何時間やったのかみたいな感じで、うん、まあ1日2時間くらいかなみたいな感じだとちょっとうーんって感じですかね、うん、何時間1日。いや、なんかもう本当に、いや時間ですか、もうなんか時間忘れるぐらいやってますぐらいが正解。え、だって楽しいことってさ時間忘れてやるじゃん。多分向いてる向いてないって、なんかエンジニアになりたいからコーディングやらされてやります、はい、3時間じゃなくて、はい、いやこの機能どうやって追加したらワクワクするかな、ね、みたいなのをなんかもう、あ、気づいたら朝でしたみたいな、こうギークいたぞ、ギークいたぞ見つけたみたいになる、どう捕まえろみたいになるから、なんか時間聞いて、はいはい、なんかもういやもう日常です、歯磨く感じっすみたいな。分かった、じゃあ僕はもう勉強とか全然できてないけど、うん、毎日コーディングはしてます、うん、そうなんかご飯食べるの一緒みたいな感じで、もう最高じゃんみたいな。はいはいはい、はい、いるよ、でも結構いる。確かに、うん、だから今あのハッカーラジオっていうのを、ね、はい、チャンネルの中でやっていて、うん、結構有名なエンジニアとかすごい人、あのもう卒業と同時に起業して、うんうんうん、エンジニアだけ起業してみたいな話聞くと、うん、もう大体そういう人じゃないですか。学生とか時代でもやってる、うん、やってていつの間にかバイトしてるですよね。僕もそうだったんで、うん、もう時間忘れてやっちゃうみたいな、好きだからやっちゃうからっていう、そういう、じゃあとにかく勉強と言いつつ、そう、あの聞く、近くね。とにかく勉強って言葉がもう違うんだけど、はいはい、でも聞くの、なんかどんぐらい勉強してるって聞くと、はい、なんか勉強とかって思ってないっすよねみたいな、俺の日常みたいなは合格好きみたいな感じ。じゃあそういう子はもうむしろ資格も取ってないぐらいの感じかもしれないね。だからそうだね、そこまでいけば資格なくてもいいぐらいかなと思う。そう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 、とにかく勉強してるってね、うん、っていうのが、まあ人事側から見た、人事側から見た未経験の子を駆け出すための切符って感じです。これが揃ってれば、はい、と企業通過しやすいんじゃないか。そう、もう人事に好きって言われる。でも、はい、うん、それが難しいからみんな困ってる。え、これをやることが、これが難しいからみんな相談してくるんだから、うん、ちょっとこちら、あ、ぜひぜひ、あ、そうね、社長側の社長側の、はいはい、もう、うん、求人広告を出すお金もない会社で、とか知り合いつながりとかで、あるあるある、でもうとにかく熱意、私がこの会社を育てる熱意好き、結局、はい、熱意やってきた、熱意好き。もうあの本当最初の、まあ、会社作る15年だけど、最初の3年ぐらいはもう、あの逆にもう未経験じゃないと来ないんで。そうですよね、そんな20代前半やってる、5年も経てないよ、10人いないような会社で、経験する人は誰も来ないんで、もう完全全員未経験で、もう育てるからっつって、だからそのセンスがありそうとか、確かに好きそう、ちょっとたまに趣味で触っちゃってましたみたいな、面白いみたいな、もう育てるからで、で大体やっぱ 2,3 年で辞めてくるんだけど、ステップアップしますみたいな、辞めるんだけど、そう、そういう会社、うん、お金もなくて、あ、でもありだと、まあ、バイトでもいいんでやらせてくださいみたいなね、こっちから見てなんか面白そうなホームページ見つけたら、うん、逆に連絡問い合わせしちゃう。かる、それめっちゃ嬉しいんだ会社って、うん、それさ、その裏技あるじゃないですか、こっち側としたら、はい、そうそう、みんな本当これあの行きたい会社は、はい、なんかその媒体から行くと、そう、お金かかるから、あ、この人に何十万かって思うちょっと躊躇しちゃうんだけど自社ページから来たら無料なんで、無料なんで頑張るっつんだったら採用してみようか、採用かかんないしっていう感じで、さっきのその、あの例えば1年で辞めたらきついって、ね、そうそうそう、採用に150万ぐらいかかってるもんね。150万で1年できついよね、きついねってなるけど、でも自社ページだったらおいでおいでなるよく来たね、そうそうそう、もう経路で全然違うから、そうそうそう、あ、いやいやいやみたいな、直接応募大事ですね、そう、直接応募だ、いいなと思った企業はまあ見つけても、はい、あの自社ページから行くと、はい、
そうこれ媒体の会社に怒られちゃうんですけど、こっちからしたら、うん、じゃあもういいよねってなるよね。だからそれをもう20個ぐらい問い合わせしちゃう、うん、そう、あったらいけるかもいけるかも、大体会ってくれるんで、うん、ちっちゃい会社で会ってるくれる、で熱意見せるとか相性を見る、うん、見える1個は決まるでしょう、うん何そのどんぶり感情一個は決まるでしょ一個は決まる。大エージェント経由とか、うん、その大体経由とかだと、うん、あのまあ未経験、まあそのコストも面もありますけど、かかうん、さっきのその一番下の方はとにかく熱意っていうか、まあ、会社側からするとやっぱりその、うん、媒体経由とか、エージェントさん経由っていうのだと、うん、その熱意っていうのはよくわからないんですけど、うん、書類で熱しちゃうからわからないんですけど、ね、確かに直接応募だと、うん、あ僕らから会社側からするとあこの人わざわざ僕らの会社にいろいろある、うん、選択肢がある中で連絡してきてくれたんだっていう、うん、そとにかく熱意の部分の下駄が履けるというか、うんはい、もうすでにそこでちょっと、うん、アピールなので、うん、すごく有利ですよね、うん、あるあるある、あの普通の未経験の人って多分迷惑かもおもちゃ ね、 多分ね、うん、直接連絡してお忙しい中見ていただいて、全然迷惑しない。逆に紹介会社の方が迷惑だから。ちょっと言えない。ちょっと言えない。これが押されます。これが押される。いやでも本当そうだよね。でも私も未経験の子面接して、はい、これができたら採用できるかもって言ったら、はい、半年越しでまた応募してきてくれたから。あ、それ熱意。めっちゃ嬉しいと思って、ロッシーさんに言われた通りに、うん、めっちゃ資格も取ったし、ポ、はい、ートフォリオも作りました、はい。見てくださいって来た時、まあ見るよね。見るね。嬉しいじゃん。ね、もう採用この半年のね半年頑張ったね、それは育つ育つ、そう、なんかやっぱそういうことかなっていう、うん、熱意ですよね、熱意だし、そこにいる情熱が大切、うん、で全然迷惑なんてないんで、全然ない、もう直接おいで、直接おいで、直接こっち直接でなく、身だしなみだけちょっと気をつけて、ジェルつけてあげる、ジェルつけつつ、ジェルつけつつ、直接来てほしい、迷惑かけちゃってくれ、全然そうそう迷惑じゃない、経験からね捨てるもんはないと、そう。頑張れる子は大事で、2つ目が知り合い、あそう似たような話なんです、知り合いの会社で口聞いてもらうみたいな、ね、5人ぐらいでやってますみたいなところってめっちゃ誰も来ないんだよ、うんうんうん、まあ結構出しても全然来ない会社いっぱいあるんで、てかむしろ出せない会社もあるよね、お金かけれなくてね、うん、で自分の知り合いでいなくても知り合いに聞いてみる、どっか知り合い会社でなんか会社始めたとこないとか、うん、なんか採用困ってるとこないで、うん、熱意あるやついるんだけど、うん、まあ俺なんだけど紹介してくれないって言ったら絶対一社はあるんで、知り合いはお互い安心するし、そうっていうのはもう全然あるある、実際それは社長が創業3年目か4年目ぐらいに初めて媒体広告出してると思うんですけど、その前それまでは出してなかったんですよね、そうそう、でそれその前までのその経験とかってどんなことがありましたか、いやまあそもそも始めた時大学の友達が一緒にやってくれたので、まず知り合いが知り合いの会社に来たっていう、うん、人徳ですね、ですね、モテモテとか、まあ紹介してもらったりとか、でも出してたかもね、もうすごい笑顔で、んすごい笑顔で何をすごい笑顔でファインドジョブにファインドジョブかもしれない、やっぱりファインドジョブで未経験 OK、うんうんうん、で結構まあ12、20人ぐらい来るんで、もう全員内定だって言って全員泣いてだって言って、でもこういう会社もあるみたいですスタートアップ、ね、スタートアップあるある、みんな泣いてだみたいな、でも 2,3 人しか来ない、それで、まあまあそうですよね、相手から承諾するか、そう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 、承諾もなるほど、選ばれないと、ね、その人を大事に育てる、確かにね、あなるほど、でも知り合いの紹介一番いいですね、うん、確かに、今うちもう3分の1ぐらいもう知り合いの紹介、あ素晴らしい、リファラルがすごく増えてやっぱ安心、いやでもリファラルが済む会社ってことはやっぱいい会社ですよね、だって人に冷たくならないと紹介しないじゃないですか、おっしゃる通りです、素晴らしい、知り合いの紹介ってやっぱり友達いっぱい作ろう、友達いっぱい作って作って紹介してもらおう、はい、頑張ってくださいね、頑張ります、頑張ってください、駆け出せますよ、はい、未経験からの就職と馬術ということで、まあいろいろこう資格、まあスキル面とか、あとはどうやって見栄えを良くするとかっていうこともありますね、あとはまあ知り合いをどんどん伝っていくとか、まああとは自分でアクションを起こしていくですよね、こういうこともあります、でまああと最終的にこのとにかく勉強とにかく熱意とか、とにかくね、とにかくね、大体そう、合わせてない同じことを書いてあるので、まあやっぱ最終的にはその頑張りね、そう、やる気をどういうふうにアウトプットして、それを見せられるかっていうことになると思いますので、はい、未経験の方ね、これからもうこの業界ガン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 盛り上がっていきますので、ね、一緒のこの業界で頑張れればなと思いますということで、未経験の方これを参考にしながら、日々勉強して、とにかく熱意でとにかく勉強して、頑張りましょう、お待ちしております。
全国のエンジニアの声を集めて面白いことをやってきます。チャンネル登録お願いします。